ハローエブリワン、ムネトーちゃんです。本日の動画はフルスクラッチから作るオクテールカレー、行ってみよう。今日はオクステルカレーを作っていきたいと思います。はい、じゃあ材料です。オクステル、玉ねぎ、ニンニク、生姜、じゃがいもと人参、トマト、マンゴー、以上で作っていきます。玉ねぎ、じゃがいも、人参、トマトはザクザクっと大きく切っておきます。マンゴー、ニンニク、生姜は細かく切っておきます。鍋に油を大さじ1杯入れて、そこに玉ねぎを入れて炒めていきます。玉ねぎが透き通ってきたら、生姜、ニンニク、マンゴーを入れてじっくり焦げないように炒めていきます。その間に肉も塩コショウして表面がうっすら焦げるぐらいまで焼きます。人参、じゃがいも、そしてトマトを鍋に入れます。ひと混ぜして焼けた肉も投入。こんな感じに、いい感じに焼けてますね。水をひたひたになるぐらいに入れます。月桂樹の葉を2枚入れてアク取りしながら 3,4 時間煮込んでいきます。カレールー作ります。小麦粉、バター、カレー粉。バターを 30g ほど溶かし、小麦粉を大さじ3入れます。黒く焦げてしまわないようにしっかり混ぜながら炒めていきます。約15分ぐらいで焦げ茶色になってきます。熱くなるので火傷には注意してください。これぐらい茶色くなったら、ここにカレー粉を入れて香りが立つまで炒めて完成です。香りが出るまで炒めて出来上がりです。ね、はい、お肉が骨から外れるぐらい柔らかくなったらルーを入れていきます。火にかかっていると小麦粉は溶けにくいので、一度火から下ろしてルーをしっかり溶かしていきます。再び火にかけ、少し煮詰めたら塩コショウで味を整えて出来上がり。すごい揺れるね。
鍋が。うまそうです。ほら、骨から外れるほど柔らかくなってます。うまそうです。おいしい。すごい柔らかくなって煮えてて美味しい。本日の動画いいねと思ったらいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた See you next time. Bye.